今回は星のカービィ作っちょ。こちらとダイソーで見つけたアイテムを使って作っちょアレンジをやっていきたいと思います。それでは始めていきます。発売元はハート。電子レンジ使用トレイは全部で4種類。どれか1つが入ってます。で、今回の作っちょ、ちょっと量が必要なので、もう1個購入してきました。それでは開けていきます。もう1つ開けていきます。で、出します。もう1個も出します。で、今回出たトレイなんですけども、こちら B の方が出ました。で、もう1つは、 はい、こちらも B。B が被りました。運がいいのか悪いのかどうでしょう。前にご紹介したくるくるチョコレート工場で使ったチョコレートを溶かす容器。今回はこちらを使っていきます。容器が深いので結構使いやすいです。それではチョコレート一袋目入れて、もう一袋入れていきます。こちらを電子レンジで加熱していきます。 1>, 1分加熱して溶けない場合は10秒間隔で伸ばしていって溶けるまで電子エンジンをかけていきましょう。今回は500ワットで合計で2分ぐらい加熱しました。それでは最初に半分ぐらいトレイに入れていきます。で、残ったチョコレートを別の容器に入れたらここでダイソーで売っているホワイトクランチとフルーツクランチ1号こちらを使ってチョコに混ぜ込んでいこうと思います。先ほど分けたチョコのところにクランチを混ぜてトレイの方に移していきます。で、後から棒を入れて 上からチョコをかぶせて、で、トントンしていきます。で、上からチョコクランチイチゴ、こちらを振りかけていきます。落ちないように押していきます。で、これを冷蔵庫へ、だいたい1時間ぐらい冷やしました。それではチョコを外していきます。チョコが外れない場合は、後ろから軽く押していきます。で、もう一つ外していきます。はい、外れました。で、出来上がり。 今回はクランチのチョコいただいていきます。サクサクうまい今回は星のカービィ作っちゃとダイソーで売っているクランチを使ってちょっとだけアレンジをしてみました。混ぜて入れるだけなのでとっても手軽になっています。気になった方は一度お試しください。